さあ行きましょう。タイツ部門続いて、C の作品です。どうぞ。はい、どういったものに、あれ、ちょっと動きのある、ここから完成していくのかな。茶色い感じのね。そうですね。なんか、あ、伸ばしてますね。意外に伸びますね。え、なんだこれは。タイツだけを見るべきなのか、はい、体の部分は見なくていいものなのかな。そこもありますもんね。なるほど、プロゴルファー猿が唯一持ってるゴルフ道具。いやー、うわー、あいつは本当にね、一本でやりますからね。そうなんですよね、はい、まんま木から削り出してとんでもないやつですから、あいつは。うわー、これはすごいな。ドライバーですよこれは。あ、いや、プロゴルファー猿、そこ来ましたか、ね、なんかそのドラえもんだったりとか、はい、まあ、キテレツみたいな、もうずっとやってる漫画多いじゃないですか。そうですね。プロゴルファー猿もう一回改めてやってほしいみたいなのありますけどね。面白かったですよね。面白かったです。みんな知ってんのかな。さあ、それでは行きましょう。熱くなってしまいましたが、このゴルフに対します、タイツ部門 D の作品です。どうぞ。そう、こちらは、はいはい、なんだこれ、え、白で、中目玉のようなものもありますね。はい、白い、基本は白、はい、だいぶキャラある。何かね、何かちょっと、カタールワールドカップマスコットキャラクターライーブが、いや、これは参考画像欲しいな。確かに、ちょっともうなんとなく覚えてるんですけど、ね、なんかちゃんとあんまり見なかったですね、はい、確かになんかそんな感じもあるんですけど。ちょっと参考画像あったらもらいたいな、うん、へえ、いや、さすがやっぱ旬のものがね、出てきますね。カタールというね、タイトルでございましたね。さあ、それでは見てみましょう。うわあ、これもどっちかが負けてしまうのがね、そうですね、難しいところですけどもね、どうなるのか。いきましょう。5、4、3、2、1、どっち。ああ、やっぱり皆さん思い出が勝ったかな。そう、意外にやっぱゴルフ知ってやる人は多いんですかね。ね。